はい、木曽拓です。ご視聴ありがとうございます。今日も、いつものようにカブ散歩にかけてます。今日は前回のように、眼科の検診もないんで、今6時12分ですけど、早朝というか朝のカブ散歩に出かけているところです。行き先はですね、香川県ですけど、日本のウユニ塩湖って、もうずいぶん前からこう話題になっている、三豊市仁尾町の、秩父ヶ浜っていうところがあるんですけど、でそこに、朝焼けの景色を写真に収めたいなと思ってます。よろしくお願いします。でね、今日も夏の格好といいますか、メッシュのジャケットを着るんですけど、さすがにね、朝は寒いです。この暑がりの私でも、もうちょっとブルッと震えるぐらい寒いんで、ちょっと後悔してます。なんか上に羽織ってきたらよかったかなと思ったり、下も半袖 T シャツなんで、せめて長袖でも着てきたらよかったかなって思います。まだね、潮がね引いてないですね。まだ一潮、引いてはいってるんですけど、まだまだ一潮ですね。有名なんですけど、この辺りも全然遠浅で綺麗なんですよね。何年か前に写真撮りに行った時は、もう秩父ヶ浜に車は止めれなかったんで、この秩父ヶ浜の横にあるもうその砂浜で写真撮りましたけどね、意外と綺麗な写真が撮れました。その写真はこちらです。見る人が見たらこうレンズにゴミが入ってるとかっていうような指摘を受けたんですけど、そんな見る余裕もないんですよ。ファインダー覗いてそんなゴミなんか気がつくようなこうレベルではないんで、撮った後でパソコン見たらあれっていう、そんな感じですかね。あ、こっちの方はあれですね、砂浜が広いんか、もうこの水たまりというんですかね、なんていうんでしょうね、ありますね。断然広いですね。朝焼けの景色とともに、この秩父ヶ浜をご覧いただきたいと思います。まもなく到着です。
はい、今のがウユニ塩湖だったんですけど、なんかこうもっとこう朝日が差し込んできて、まあ、ちょっといい雰囲気な写真が撮る、ね、動画が撮れるかなと思ったんですけど、そうでもなかったですね。やっぱり時期とかそんなにもよるんかもわからないですけど、なのであまりこう見に来られてる方も少なかったですけどね、残念です。ということでもう一箇所ですね、これはちょっと有名なポイントではないんですけど、まあ同じような遠浅の海岸、まあ、砂浜が見える場所でですね、今シーズン初めて、コーヒーを、まあ、インスタントですけどコーヒーを入れて飲んでみたいかなと思います。こんなん高いんだろ、ほんとの。割とね、思ったよりするんですよね。
1000万おはようございます。うん、高いんだけども、ホンダのこれ A 分野ね、A ですね。今ちょうど暑くもなくて、はい、はい。はい、先ほど、行ってきたのは有明浜です。地元のもう慣れ親しんだ海岸なんですけど、最近もうコロナの影響で海水浴場も開設されずに、なんか寂しい夏を過ごしたんですけど、この景色は何も変わらず綺麗なままなんで安心しました。新浦浜ももちろんいい場所なんですけど、さっき言ってきた有明浜も本当に風光明媚っていう言葉がぴったりなところなんで、お近くに来られたら、関営通報っていうところもあるんですけど、すぐ近くに有明浜ありますので、ぜひご覧になってください。それでは、今日のカブ散歩これで終わります。秩父ヶ浜と有明浜お送りしました。でまた次の動画でお会いできたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。